今までのダイジェスト。タイカブ 100EX のエンジンを取り付けます。少しずつ近づけて穴を合わせます。私の買ったステップは曲がっていたので修正です。鉄パイプを使って少しずつ曲げていきます。なんでやねん。なんでガイドローラーが落ちているのか。予想通りですね。うっそー。カムの形状が摩耗で変わっている。これじゃまともに動かないですよね。こんにちは、ひろまろです。こんにちは。そろそろ完成に近いのでサイドカバーを交換します。これはキジマのシリンダーヘッドサイドカバーです。 SOHC のロゴがかっこいいですよね。エンジンのデザインとしてはすごくいいですね。ワクワクしますね。やるじゃないか。ちょうどぴったりです。ムフフフ。今回ごアップしているので熱バレ対策をします。これはGクラフトのオイルクーラーになります。カブはオイルクーラーつけるスペースが少ないです。特にレッグシールドがあるので本当に狭いです。オイルクーラーをつける人はだいたいレッグシールドを外しますね。私はレッグシールドを残すのでこのオイルクーラーにしました。インが7枚タイプなのでシールド内に収まるはずです。取り付けも簡単なのですごく便利ですね。早速取り付けてみましょう。10枚タイプもありますがシールドに当たると嫌なので知り合いに聞いて7枚に決めました。このウェルクーラーはシンプルでいいですね。見た目もカスタム感があってかっこいい。中古のエンジンに新品ウェルクーラーが目立ちます。あとはボルトで固定すれば完了です。ボルトもついているので楽ですね。反対側のカバーを固定すれば完了です。エアークリーナーを取り付けます。今までリトルカブの改造クリーナーを使っていましたが、今回ヤフオクで C90 のエアークリーナーを買いました。50と比較するとエアー口が大きいので多くのエアーが入ります。前にエアークリーナーを外したら高回転まで回ったのでエアー量を増やしたかったのです。
ンジンをかけましょう。ゴー！これでエンジンが組み上がったのでテストをします。さてエンジンが動きますかね。シリンダーにオイルも塗ったから大丈夫でしょう。エンジンが直りましたね。